ね、前田する、うん、そして第3試合ね、エルサタニコ、そして対するはサムアヤマ、これはもう対価のマニアというか、まあ、サヤマサトルマニアというべき助選手に思いを語っていただきたいなと思いますが、その前にまずエルサタニコをこっちからね、まず解説しなきゃならないでしょう、はい、うん、今でも現役バリバリのルード、はい、つまりまあ悪役レスラーとしてね、はい、メキシコでもここ20年ぐらい、うん、だからちょっとさっきの 浜田さんのね、うん、グラン浜田と同じぐらいのキャリアじゃないかな、トップで君臨してやっているという、ずっとトップですね、第一線級で活躍している。で、ニク東郷がね、海援隊のニク東郷が、うん、実は俺らのルーツはメキシコのエルサタニコだと、うん、言ってたことがあったね。海援隊の心の死じゃないかね。おっと、すごいぞこれは。ベスイシーダですが、サタニコが避けましたね。まだこれはあれもダメージがない日だったんで、うん、うまく逃げられてしまったということでしょうね。そのトペはやっぱまずかったでしょ。だからその佐山さん久々のプロレスなんでね、サインペース入るっていうのを、ね、忘れてたでしょうね。まあでも嬉しいね、佐山さんがそれでもトペを放ったっていうのがね、それだけでもらう嬉しい。フェイントはねよく見せますね、うん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 、飛んじゃったんだもんだってこれ、このエプロンからのエルボー、これ自分も痛いぜ。だって床コンクリートだもん。マット引いてないですから、はい、でもだからね、あの後でね、佐山さんに聞いたのよ、はい、あのトペの自爆、うん、どうしたんですかって言って、いやー、かかされちゃったね、でも、うん、マット引いてなかったんだね、西野君痛かったよって言って、すいませんって謝っちゃったよ、俺、そうだそうだ、マット引いてたからね、うん、多少なりともダメージはね、まあでもその見せたけれども、うん、出だしのあのキックの連打早いですね、うん、そしてあの隙があれば膝蹴りに行こうとしたけど、うん、やはりブシの打席でストップしたからね、あの辺のその佐山さんの格闘技説すごいね。もうやっぱりその今は一番すごいんじゃない、前席の中タイガーマスク自体よりも、はい、うん、この今の佐山さんの動きが好きだね、うん、いろんなこう格闘技、プロレスの要素を全てのエッセンスを、うん、集大成してる、うん、このサトル・サヤマっていうのは、そのタイガーマスクになる前のそうメキシコでのリングで、そう正確に言うとタイガーマスクの前の前前の前、うん、でメキシコ州時代のサトル・サヤマ、そしてベースのイギリスに渡ってサミーに、うん、そして帰ってタイガーマスクと帰ってきたのが昭和56年だから17年前かな、17年前のリングネーム、当時のいでたちで対決よ、これは、はい、その当時この2人が、争ってたという、そう、メキシコもあったよね、第1戦級で17年前に渡った2人が、でもまだ飛ぶ。すごい動いてるよ、だからメキシコ時代を思い出してるでしょ、戦いながら動きながら相手もそうだし、うん、自分もコスチュームで揃えて、うん、タイムスリップしてるよもうこれは、うん、俺もお客さんもタイムスリップしてほしいと思ってるんでしょうけど、本人たちが一番タイムスリップしちゃってるね。あ、このキック衣装に注目してもらいたい、はい、佐山さんの、これ全部俺がデザインした。あ、そうですか。確かに作り直した。作り直した。うん、今回のために。で、当時のね、17年前の衣装を、どんなのに着てたかって、昔の資料を調べてね、うん、パンタロンを描いてたんで。で、当時のパンタロンも、実は、俺が持ってるのよ。当時の17年前のパンタロン、もうボロボロになってるんだよ。この今流れた映像のパンダロンと一緒の
パンダのライガー、白いライガーって、この人の俺持ってて、俺を履いてくださいって言ったの。そしたらね、ちょっとサイズが甘いんだからね、いやいや、ちょっとお太りになって、だから新しく作り直したっていうね、サイズはちょっとワンサイズが大きくして。今の瀬山さんに戻っちゃったね、ベクトルだけでしょこれ。そうですね、もうメキシコ時代はいいやと、トベもやっちゃったし、ヒントもやったし、走り回ったし、もうそろそろ今の自分に戻ろうかなって。この辺の技っていうのはサタニックは受けたことないですね。ないだろう、これはもうアルキリシューティングの流れだと思うんですけど、足でいくとだけなんか日本人しか知らないんだから、これメキシコ人誰も知らないもんね。でもね、多分当時はそんなに蹴りは対応してなかったと思うんですから、ここまではね、蹴ったんだけど、さあ何もなってでも負けちゃいないと、もうプロレス技で真っ向から勝負だと、もう言ってみれば、この段階ではプロレス対シューティングよ、失格闘技、そう、これが結び目になったね、エルヌド、結び目のように相手を結んでしまう。でも本当はね、これね、持ち上げれば相手の状態を、このロードアート、結局の形で、完全に捕まってますね、これ、動けないけどね、エルシグト選手がね、よく得意としてますね、これは、オリジナルの技で、持ち上げた時に完成でした。須山選手、疲れがかかった。そうね、あと、面食らってね、エルドっていう技を流行ったね。シューター佐山さんに戻っちゃったという感動。